39歳ロナウドおじさんがいかにヤバいか一発でわかる画像がこれ。これまでユーロのトーナメントに4回以上出場した選手はいないらしいが、なんとロナウドさんは今回で6回目になるらしい。こんだけ選手層厚いポルトガルで生き残ってるのすげー。フィーゴとかルイコスタともプレイしてたって考えるとヤバいな。クアレスマ結構好きだったの懐かしい。このおじさんいつまで現役続けるんだろ。優勝して気持ちよく引退してもらいたい。サウジリーグのクリロナ見てるとさすがに衰えきてるから今回が最後だろうな。ロナウドおらんくなったら一時代の終焉って感じなるな。確かにロナウドすごいけどさ、41歳のペペ忘れちゃダメだろ。ロナウドブスメッシアジオジエンドリックブスヤマルヘン時代こんな感じか。